はいどうも、ビルトです。ということで、今回はですね、統合版のテクスチャー紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はね、統合版のテクスチャー紹介するということで、結構久々の紹介になるのかな。最後に統合版のテクスチャー紹介したのが何年前か覚えてないので、結構久々のね、紹介になるかなって思います。はい、結構ね、視聴者さんの方から統合版のテクスチャーを紹介してほしいってことをね、めっちゃ言われてたので、今回ね、やっていこうかなって思います。もうね、めちゃめちゃ極上の統合版テクスチャー手に入ってます。ちょっとあんま極秘なんで言えないんですけど、もうね、早速紹介していきたいと思います。ということで今回紹介するテクスチャーはこれです。ネビュラ 32X ということで、ちょっと読み方合ってるかわかんないんで、一旦 Google 翻訳でね、読ませます。これネビュラで合ってますね。はい、このテクスチャーなんか俺がいろいろね探してたら、これめっちゃええやんって思ったんで、これ紹介していきます。ということで、じゃあもう早速ね、適用させていきたいと思います。はい、ということで適用させるとね、だいたいこんな感じの雰囲気になってます。もうなんか宇宙感じるよね俺がね、このテクスチャー見て一番いいなって思ったのは、この夜空っていうのかな、空がいいなって思ったのと、あとこのテクスチャーの色がね、いいんすよ。この青と紫っていうのかな、色合いがめちゃめちゃ好きでね、これ紹介しようって思いました。じゃあちょっとね、早速アイテムの方から順に紹介していきたいと思います。まず剣の方からね、紹介していきます。剣はね、だいたいこんな感じになってます。剣の先の方が、水色で、下に行くにつれてちょっと紫に変わっていくっていう感じになってますね。これめちゃめちゃいいよね。なんか本当に色が好きなんだよね俺。こんな感じで釣り竿とかもね、下の部分にね、なんかちょっと色がついてて、ここも剣とお揃いの色になってますね。で弓もこんな感じでワンポイントで色がついてます。で矢もね、ちゃんとお揃いの色になってます。はい、こんな感じです。多分エフェクトとかはあんまり変わんないのかな、普通かな。エフェクトもね、ちゃんとついててかっこいい感じになってます。ひし形っていうのかな、そんな感じです。釣り竿は普通かな、多分こんな感じっす。防具も下に行くにつれて色が変わってるって感じっすね。最初は水色なんすけど、もうブーツとかに行くと紫になってるみたいな感じです。着ると大体こんな感じっすね。防具は結構うっすら変わってるって感じなんすけど、いいよねこの感じかっこよくないっすか。で次が鉱石っすね。鉱石はね、やっぱ PVP テクスチャーなんで、こんな感じでね、縁がちゃんと書いてあって、こんな感じで溶岩に使っててもね、わかりやすくなってます。ちょっと統合版の UHC があるかわかんないんですけど、UHC とか鉱石掘る時とかはね、こういうのめちゃめちゃ助かるんじゃないかなって思います。で色はだいたい同じで、特に違うのはダイヤぐらいですかね。ダイヤもこんな感じで水色から紫に変わってるっていう感じですね。もうかっこいいであとはね、なんだろう、なんかあるかな。あ、このピッケルとかかな、こんな感じですね。これもちゃんとグラデーションになっててかっこいいですね。結構ピッケルとか良くない？いいねこれ。ピッケル、シャベル、斧、クワ、ゲーミングクワで他にはなんだろうな、ハサミまでこれちゃんと作ってあるんだね、すごっ。結構細かいとこまでやられてんだ、やるやんこれ。金リンゴとかみんな気になる。リンゴはだいたいこんな感じ、エンチャントリンゴで、で普通のリンゴ、こんな感じですね。リンゴも、PVP っぽい感じになってますね。今からね、このテクスチャー使って統合版のサーバーでね、遊んでいきたいと思います。はい、ということで統合版のね、キューブクラフトやってきました。ちょっとね、俺が確かキューブクラフト前配信でやった時にスカイウォーズがね、良かったんだよね。なのでね、ちょっとスカイウォーズやろうかなって思います。はい、ということでマップの方にやってきました。でマップの雰囲気もね、かっこいいよね。結構スカイウォーズやるにはこのテクスチャーほんとうってつけだ、うってつけぐらい、なんかもうかっこよくない？俺マジでこのテクスチャーの空がいいわ。でこんな感じで適当に揃えていきましょう。ほい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 、 OK、 行こう。あれ食べてない。あ、いいね、指も来たね。これでいけるな。あ、なんか後ろ来そうだな、めっちゃ、けど気にせず真ん中行こう。真ん中マジ誰も来てないじゃん。結構ラグいのかな今。あ、いいね、ダイヤ頭、ダイヤ頭でかい。なんか全然誰も真ん中に来ないんだね。
と5番いいね、ダイヤムネも来ちゃったよ。ちょっと矢だけ取っといて、あそこ戦ってんね。どうせならちょっとこのテクスチャーちゃんと見たいから攻めたいよね、戦いたい。よいしょ、ちょっとラグ目なのかな、いい感じに矢当ててるぜやっぱ統合版だからちょっと当てにくいな、慣れてないから。行くか、よいしょ、 OK。 この人も来たからやって OK かな、わかったジジイってな感じで1試合目勝ちました。もうこれも全部このテクスチャーのおかげですね。じゃあちょっと次はね、バトルアリーナやっていこうか。スカイウォーズよりはめっちゃ戦えると思うので、まあバトルアリーナやっていきます。フリーフォーオールでやろうか。はい、てな感じでまあやっていくんすけど、まあだいたいねバトルアリーナ入るとこんな感じっすね。なんかしんちゃんがいるな。まあちょっと俺は個人的にはこのなんだっけな、何ゲットって言うんだっけこれ、忍者だっけな、まあわかんないけど、まあこのダイヤフルの方使おうかな。いや、スピードで勝負しよう、これいきます。はい、てな感じでやってきました。じゃあちょっと戦いに行くか。まあなんか俺がねバトルアリーナで思うことは、結構集団のところをとつって殴っちゃうといろんな人から狙われるんで、まあできれば孤立してる子をやりたいな。あの人とかいいんじゃない、行こうか。まあちょっとこのキットは多分スピードを生かして戦えるんで、これで行きましょう。なんか全然戦ってくんないな。よっよっ、ほい、オッケー、1キル。このさっきのロビーにいたニワトリくんもやっちゃうか。ちょっとここのダイヤフルとか大変。お、来た、よいしょ。スポーンしたてで申し訳ないがやっちゃうぞ俺は。オッケー、ちょっと多分ここら辺は絶対に喧嘩打っちゃダメゾーンなんで逃げます。俺がやろう、よいしょ。この人をずっと、ほい、オッケー、どこ行った。でちょっとこのキットはね、俺のキットって防具が弱いからなるべくはめて倒さないとねダメなんだよね。次この人行こう、ほい、よいしょ、いいね。でなんかね、統合版ってマジでなんかなんだこの追いながら敵のこと殴れるから、やばい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 、なんかめっちゃ狙ってきてんなあいつ。お、こんちゃ、こっち行くかこの子さっきから俺何回も倒してるけど、やばい、弓はまずい、話変わってくる。ほいほいほい、オッケー、やりー。じゃあちょっと死ぬまで行くかとか言ってたらもう死にそうです。ほいほいほい、あー死んだ。はい、ということで今回は統合版のねテクスチャー紹介していきました。まあ久々の紹介だったんでうまくできてるかわかんないんですけど、まあマジでねこのテクスチャーかっこいいのでね結構おすすめです。ダウンロードリンクね概要欄に貼っておくので、このテクスチャー使いたいなって思った人はねぜひ下の概要欄から飛んで使ってみてください。ということで今回はねここら辺で終わりたいと思います。この動画がね面白いって思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。あとね僕のツイッターのフォローよかったらお願いします。下の概要欄から僕のツイッター飛べるようになってるのでよかったらフォローしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。